今回はここモルディブに釣りに来ました。今回は、ね、ここモルディブに来て、まあやっぱりキハダ GT グルーパー、これのいかにでかいのを取れるかっていうのをちょっと頑張ってみようと思います。で今回はね、グラップラーのタイプスロー勢を買おうと思ってます。でリールが新発売になった押し味が F カスタム、これがね、フォールレバーがついていろんな工夫ができていろんな魚にいろんなアプローチができるんで、今回は、それを見てもらえたらいいなと思います。それではね、スロージギングスタート。来ました、モルディブのちょっと深いところへ。水深160メートルぐらいで、ドテラでグルーパー狙い、ロッドはね、グラップラー、タイプスロー J の B68-3、リールは、押し味が 2000NRHGF カスタム。グラップラーはすごい使いやすいですよ。これ多分みんなよく分かってないと思うんですけど、今回のグラップラーからスパイラル X とハイパワー X が入ってるんですよね。でこれっていうのはシマノのテクノロジーで、まあ、内側カーボンを内側と外側から、要は薄いカーボン繊維で補強してあるんですね。だから、細くて軽いブランクスに見えるんですけど、カーボンの竿の中側と外側にしっかりとこう薄いカーボンのコーティングみたいなものが入ってて、ねじれとか潰れにすごい強いんですよ。竿って折れる時って丸いものがへしゃげてバキッと折れるんですよね。それを中も外も守ってくれてるんで、軽くて細くて強い竿ができるっていうのがこのスパイラル X とハイパワー X。例えばこうやって 150m で 300g をしゃくりますっていう時に、グラップラーの場合そのハイパワー X とスパイラル X があることによって人間の力を 100% 水中で伝えてくれます。このテクノロジーがないと竿が曲がってしまって戻ってこなくなったりとか、ねじれてしまって力が、人の力が逃げてしまうんですよ。それをきっちりまっすぐジグへダイレクトに伝えてくれるっていうのがこのシステムですね。このテクノロジー、これがあるだけで全然楽、そして細く軽く強くできるんで、これがシマノのロッドのパワーの秘密ですね。これが今回グラップラーにダブルで入ってるんで相当強いです。ちょっとただ食った、フォールで食ったですね。よっしゃ、こんな感じ。しっかりね、竿がバシッとまっすぐ曲がってくれてしっかり復元するパワーがある、これがスパイラル X とハイパワー X の力です。でこのベイトリールのね、レベルワインダーがない、レベルワインダーがないタイプは親指でねこう添えて糸をさばいてあげれば、やってればねすぐ慣れるんで、ビビらずやってください。うーおう、お約束。とりあえず1本目、こんなが多分ねハタの餌になってるはずなんですよ。これがいればでかいハタもいるかもわかんないですね。続けてグルーパー狙います。これね今フォールレバーちょっと入れて、ちょっとこう竿が振幅するように、これね魚寄ってくるんですよね。海の中で落ちていくものに対して魚っていうのは必ずしも絶対反応してくるんで、まずこれで食わせることもできるし魚を寄せることもできるっていうフォールレバーの一番いいとこですね。今までこうジギング始めてただ底を取ってるだけやった動きが、F カスタムを使うことによって食った、あーだった、食わせになったり、魚を寄せる、アイテムに変わってくるんで、これは相当強い味方になりますよ。特に根魚、中層やったら GT、 いろんな魚にね反応してきます。魚、本当に海の中の魚って押していくもんには無条件に反応するような感じ、必ず見に来るんで、そこでまたアクションを変えて食わしたり、着底からの一発目のアクションで食わしたりっていういろんな戦略が組めるんで、ぜひねこのフォールレバーをとりあえず触ってみてください。触ってやれば結果はついてきます。必ずしもこうしなければいけないっていう操作があるわけじゃないんで、とりあえず触ってもらえば魚の反応があるはずです。最近はもうほとんどこうボトム取るまでにフォールレバー入れて調整して
魚にまずアプローチして食わせに持って行ったり寄せに持って行ったりっていうのを絶対やってます。本当に落としてるだけで食ってくるんで、今までこうね落として上げる時しか誘えなかったんですけど、今はもう水の中に入れたらすぐにもう魚にアプローチできて食わせれるんで、倍ジギングが楽しくなる。魚にアプローチするのも倍2倍になってくるんで、魚がキャッチできる率が上がる。素晴らしい機能、あるとないではね全然違います。もうなくてはならない、今となってはね。お、ダブルヒット。ビッグ。お、グルーパー。イエス、スモール。シャー、グルーパー。まだまだ小さいですけどね。ちょっと日本と色が違うのか何とは確定できないですけど、まず釣れましたグルーパー。千万。はい。送った。小さい。バイトのタイミングがほとんど一緒。グラップラーがめちゃくちゃいいんですよ。先が柔らかいですよね。簡単に言うと竿が先は。でも先が柔らかいっていうのは、ジグをしゃくった後のフォールを違和感なくこう竿先で掴んでもう一回動かすっていう、このグラップラーの得意なとこですね。おお、笛吹き。イエーイ。おお、ダブルヒッター。イエーイ。今だいたい島があってリーフがあってでドロップオフになってて、だいたいね40から80メーターとかやってるんですけど、今ちょうどねグラップラーの B65-3、これがすごい調子がいい。もしくはね2番でもいいぐらいです。 B68-2 ぐらい、この2本が多分ね主軸になってくるんじゃないかなと思います。でどっちかっていうとこう元気なベイトフィッシュを、イメージするときなんかはパワー3使ってもらって、よりこう弱った魚をイメージするときなんかはパワー2がいいと思います。でここでポイントですよ。いつも言うようにシマノの竿って浅いところで小さい魚を釣るから1番パワー使って、大きいの狙うから5番使うっていう竿じゃないです。どの水深でどのターゲットを狙うときにどういうアクションが来るかっていうのを追求して作られてあって、例えば、こういう50メーターのところでも1番を使うこともあるし5パワーを使うこともあります。っていうのはそこにいる魚が一番食いやすいアクションを出せれる硬さを選ぶっていうのが一番ベターです。なんで魚がでかいから硬い竿、魚が小さいから柔らかい竿っていうのは違います。っていうのがより浅いところで、大きい魚を狙うときにまずやっぱりこう餌として見せなければいけない、食わさなければいけないっていうのが第一条件になってくるんで、その時にやっぱりその軽いジグでしっかりこう弱ったベイトフィッシュだったり元気なベイトフィッシュをイメージするってなったら、そこに合わせた硬さっていうのを見つけていく方が大事です。でその中で竿が見つかったら、次は1500番のハイギアがいいとか2000番のパワーギアがいいとか軽かったコンクエストがいいっていうリールをつけていくわけですよ。でその日一番しゃくり心地のいいちょうど潮に乗る感じのタックルバランスが出た時にバイトって集中して出てくるんで、そういう感じで竿を選んでみてください。リールもそうです。大きい魚を釣るからどでかいリールっていうわけでは別にないですね。糸の太さであったりとか巻きたい速さっていうのに合わせながら選んでもらうと、シマノの道具はパワーを発揮します。押し味がグリグリ巻くでしょ。インフィニティドライブ入ってるんで巻きがまず軽い、トルクがすごいんでね、少々の魚だったらグリグリ巻けます。これが大型がかった時にすごいこう
こちら人間がね有利になるんで、サイドがすごい楽です。取れなかった魚が取れる感じ。あのちびき、オーケーオーケー。釣った瞬間みんなにグッと刺身って言われるぐらい美味しいですね。もっともっとこいつも大きいのおるんで、サーディンウェーバーの 200g 入れてます。でロッドは変わらずに、グラップラー、タイプスロー J の、B68-3 でリールの方が、押し味が 2000NRHG の、F カスタム、これでやってます。でラインが MX4 の35、リーダーが、マスターフロロ18号でやってます。サーディンウェーバーでまずそこをちょっとひらひら探ってみて、ダメだったら大物キラーのイージーとペブルスティックとサーディンウェーバーでグラップラジグでウィング、この辺をちょっと使い分けてやってみます。ただそこふわふわしっかり横向けてフォローを長めに入れたり短くしたり調整で、当たりがなかったらジグ打ち替えて少し上げて打ち替えてフォールレバーで誘う、もしくは食わす。でアクションもいろいろ変えながら少しこうしゃくってみたり一定で落としてみたりで、このグラップラーの68多分有効っすね。上げてこう下ろすだけで他の短い竿よりは全然ストローク取れてるんで、勝手に長いフォールを演出してくれるんですよね、グラップラーって。非常に使いやすい、軽いんでね、1日やっても多分疲れない感じ。軽くて強いってなかなかないですよ。安心できますね、頼れる竿っていう感じ。ボトム硬くなったっすね。この辺でまあ岩礁帯なのかリーフなんか、まあ、根がかりはあんまないんでね、岩系が転がってる感じやと思うんで、どっかに旗いると思うんでね、探しながら。まあ上の魚も狙いながら、あの GT とか、まあ、和風あのサワラ系ですね、サワラ系とか、まあ、霞とかいろいろ混ざってるんで、たまにはちょっと上上げて誘ってます。もう簡単、持ってあげて竿先戻す、これ肝ですよ。竿先しっかり戻してくださいね、ポイッとポイッポイッと。これだけで食うのがグラップラースロータイプスロー J、 ファッと。これがねこういうこう引きずっちゃうとダメなんですよ。もう一点だけ肝、竿先しっかり返してあげる。この時に軸が横向いて水を噛んでしっかりフォールアクション、あのそのスティンガーバタフライシリーズの持ってるアクションっていうのを発揮してくれるんで、しっかり竿を戻してあげる、ゆっくり戻して、これが食うアクションの肝ですね。でフォールのスピードとファー幅を変えてあげる、大きく。これミドルぐらいですね。もうしっかり竿先は戻す、で小さく。これがねピッて戻らなくなったら竿を硬くすればいいです。もしくは慣れてくると柔らかい竿でもしっかり自分で戻せるようになってくるんで、その辺が肝っすね。おっしゃ、食いましたよ、グルーパーが。さあなんだグルーパー、よし、かっこいい、おきた、おい、そこから剥がすよグラップ、おお、いった、グラップラーのパワーで。グラップラーねしっかりグラップ投げ込んでもらっても全然強いんで、軽さから想像できないですよ。はい、よいしょ、ふぅ、よいしょ、はい、またグルーパー。やっぱね、しっかりそこしっかり狙ってればグルーパーパラパラ多分いるんでね、パラパラパラってこう密集してるとかワンポイントをガンって叩くわけじゃないんで、ポトテラで探っていったらやっぱしっかり釣れてくれます。いい場所っすね、これ自分最高。
あ、さあフォルテ食ったよ。うわ、豚フォルテ食いました。フォルレバーね。これがフォルレバーで食わすっていうやり方。これは寄せるじゃない、完全に食わすっていう。しっかりこうブレーキかけてちょっとこう歯を揺すってあげる感じ。走る分は出してあげる。多分そこもんじゃないんで、これね、この時にここでブレーキかけてますから見えないけどね、こっちの人差し指でブレーキかけてる。多分気肌やね。よっしゃ、あげるよ。こっからサラマチからとか、リールとサラマチから両方で、魚がこっち向いてる時に一気にあげるし、で向こう向いたら耐えてあげる。しっかりね、フラップが曲げて入れます。で、F カスタムのトルクで巻く。よいしょ、あと340。疲れたら1センチでも巻く。よし、もう魚回ってる証拠やからね、これ僕が回ってんのは。キハダ、キハダ大きく巻かずに細かくちょっとずつ上げる。 OK、 よっしゃ、キハダ来ましたよ。結構太いですね、いいサイズ。何でも魚がいるボルチブス最高っすね。でサイドもね、今見てもらったようにグラップラの力とリールの力を使ってもらったら簡単にこうやって上がってきます。人が疲れればね、しっかり竿に上げてもらって、で元気な時はリールでしっかり10センチ1メーターって巻き込んで、木肌をいなしてしっかり取る。最高っすね、ボルチブス。やった。でかサイズアップこういうすごく暴れる魚ってリールをしっかり巻き込んどくっていうのがすごい大事なんですよ。常に常にこう押し込んどいたら魚がバレずに底を剥がしてしっかりこうやって上げてくれるんで、まあリールの巻きが軽くて力強くないとできないっていう感じでね。今、現状、使ってるのがサーディンレバー 200g。 見てください、もうサーピンがボロボロです、歯型で。なぜ今これを使ってるのかっていうと、朝この身を初めて見て潮が早いなっていうイメージがあったんですけど、昼からねどん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 潮が落ちてきてるんですよ。でしゃくてでも重みが少なくて潮の動きをあんまり感じないんで、細いジグやとアクションの後にねすぐに潮に乗らずにポンって立ってストーンと落ちちゃうんですよね。ではなかなか魚食ってくれないんで、まあそのアクションが食うときは食うんですけど、やっぱりこうヒラ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 した方がアピールしてしっかりこうバイトチャンス作ってくれるんで、こういうね平たいジグっていうのはしゃくった後にやっぱりしっかり横向いてヒラ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 アクションしてズバッて食われるんですよね。だからアクションが結構派手なんで、こういうドテラで魚をこう寄せてきて食わせるっていうのも得意なんで、今はこのジグを使ってます。サーディレバーの強いところですね。あとね一個ポイント、こういうねあんまり人の叩いてないポイントって結構グロー良かったりするんですよね。絶対というわけじゃないけど、グローを見慣れてる魚がいるわけでもないし、いろんな魚がいっぱいいると思うんですよ。その中でやっぱり光るっていうので魚集めたりとかっていうのもあるんで、で一回ね赤金のグローを入れたジグ使ってみたんですよ。ちょっと今日グローの持ってきた量が少なくてでその中でピックアップして使ってみたらやっぱり反応がすごい、食ってくる魚も違うしサイズが結構いいんですよ今日グロー入れてると。でそういうのも結局答えに近づいていくんで、さて答え合わせしていく、どの形がいいか何色がいいかグローあるなしがいいかっていうのを全部合わせていくと、その日に一番いい答えが出るんで、そういう釣りをしていくと多分釣りも上手くなるし、いろんなこう自分が引き出し持っていけるんで楽しいと思います。どこに行っても釣れるっていうのはそういうところだと思うんですね。
なかなかいいやつが、なかなかのグッドファイターでした。うふ、 160m ラインから上がってきてくれました。大きくフォールすると小さいのがどうしゃ食ってくるから、うん、さあなんだ、オッケー、グルーパー、オッケー、新しく追加、でん、コモアタなんかな、宝石肌なんかなっていう、日本でもなんか見るやつですけどね。いいサイズ、うん、やった、でもサイズアップ、根が荒いんやなこれ。魚に変わった、新しいジガーのインフィニテッドライブがすごくいい。今まで負けなかったところが負けるんでね、大型の勝負とかね、ここ一で底根物で底ギリギリのファイトが本当楽になったんですね。これでこの新しいノブがこのインフィニティドライブとの相性がむちゃくちゃいいです。軽く負けるプラス力が入りやすいんで、ゴリゴリに負けるっす。あ、おいた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 、ほら、うう、よっしゃ、ちょっとサイズアップしましたね。そこで根がかりして外した食いました。ちょっと焦ったんですけど、まあそこそこあるなと思ったらやっぱり結構いいサイズでしたね。これ美味しいやつですよ。ガオっすね、ばっくりイージー最高、見てくださいこれ。なんていうかな、こうグラップラーってこう弾く竿じゃなくて引っ張り上げる竿っていう感じで、ジグをゆっくりターンさせてあげることによってバイトを増やしていける。なぜかっていうと魚は曲がるときに失速するんですよ、どの魚も必ず。なので魚が曲がる方向を変えるっていうときは必ずバイトチャンスになるんで、それを一番してるのは魚です。なので魚がターンしていくときに当たりが出るっていうのはそこです。そのために穂先がゆっくり返らないとスローの一番いいところがなくなってしまうっていう感じ。早く戻すのも大事です。早く戻したかったら硬い竿を番手にすればいいです。今3使ってるなら4、4使ってるなら5っていう感じで、それがねロッドを変えるポイントです。対象魚がでかすぎるから硬くすれば取れるっていうもんではないんで、ジグのアクションにこだわった竿の曲がりであったり竿の戻り方っていうのにこだわって作ってるのがグラップラーです。このグラップラーの竿の凄さね、ゆっくり戻る、硬くて早くピンって戻る竿なんていくらでもあるんですよ。シモノのスローの竿はゆっくりしっかり戻る、これがめちゃくちゃ食う。こうね、こうピョンピョンは誰でもできるんですよ。僕のこだわる作る竿はゆっくり戻る、これね、新しいね F カスタム、 F カスタムはの F はフォールです。で、じゃ何がフォールなのっていう話なんですよね。フォールカスタムっていうのは要はこのレバーです。このレバーを下げてあげれば要はスプールに対するブレーキが緩くなる、で上げてあげればブレーキがかかっていくんですよ。僕の場合だいたいこっから下はオフぐらいにしてます。
もうブレーキかかってない状態で、こっから少しずつブレーキがかかっていくぐらいに僕が設定するのが一番自分では使いやすくてやってるんですけど、要はこのブレーキを入れてあげることによって糸がスプールから糸が出ていく速度をゆっくりにしてあげる、要はブレーキをかけてあげてる状態ですね、前に上げると。で、前に上げてブレーキをかけると、じゃあジグに何が起こるんですかって、何が起こるのっていう時に、本来ジグってフォールの時でこうストーンポンペタッと落ちるわけですよ。フォールして、クラッチ切ってそこへ落としていったらヒラ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 もしないですね、フワーッと。これを例えばね、ブレーキを10段階としてください。0が0ブレーキ、10がマックス、要はスプールがロックしてる状態ですね。その時に例えば1でブレーキかけた時にジグが押していく動きっていうのが少しずつ膨らみます。2になったらもう少し膨らみます。で、3になればもっと膨らみます。で、4になればもっと膨らみながら横の動きを交えながら落ちていくわけですね。で、5が一番動きます。大きくこう流れながらコントントン、この時竿がねポンポンポンって振幅運動します。だからグッてかかった時はまっすぐ落ちてるんやけど、ピュッグッてなる時にキュッてなる時にポンとギュッとなってポンと上がった時に横向いてます。こんな感じで、こんな感じで。で、5を超える、6を超え、6になってしまうとまた狭くなっていきます。要はブレーキがかかりすぎて、要は落ちるのが遅いんでジグが動けなくなっていくんですよね。これがポイントです。10にすれば動くんじゃなくて、ちょうど真ん中が一番ジグ動くんですよ。そのアクションがこう落ちていく。で、今までジギングっていうのはそこにつきました、で、そこについたジグがペコッペコッペコッって動いていって、バッ、食うと、魚が食うっていうイメージ。これを逆にできるわけですよ。今まではそこから上へ狙うことしかできなかったものを、このフォールレバーがあるだけで落とすだけでそこへ逃げるような魚のアクションができるんですよ。これが一番のメリット。今まではまっすぐ落ちる、ただ単に底を取る作業だったんです。これがフォールレバーのブレーキを調整することでアクションをつけてあげることによって、底を取るまでも食わせのアクション、寄せるアクション、ま、魚ってやっぱりこう何もなければただの鉛の塊ですよね。でもフォールでこれが魚のように動き出せば、これは食べる対象魚になるわけです。なのでフォールレバーが強いっていうのはここにあります。これがブレーキするだけで釣れるんだっていうわけじゃないんですよ。やっぱりそのブレーキをしたら何が起こるかというと、ジグが動き出す、これがキーポイントです。一度ね、使ってやってみてください、フォールレバー。あとね、今回もこうすごい便利、どうしてもやっぱり海外に来るとき僕らなんかリールをいっぱい持ってこれない、重量制限が飛行機にあるんで。でもね、その時に今回ね、ジガーリールね、 F カスタム2002台、3002台、1501台できてるんです。でもその代わりスプールいっぱい持ってきてるんですよ。新しいジガーは、まあ、F カスタムの前のジガーからそうなんですけど、スプールを入れ替えれる。ここのネジを 1,2,3,4,5 本外してパカッと取って、スプール取って新しいスプール入れてパカッと止めて、5本止めたらもう使えるんですよ。なんで軽く済むし、いろんな人の号数持ってこれます。例えば、あ、大物ばっか来るから3号4号っていうのも持ってこなあかんし、ライドジギングっぽいことをやらなあかんときはやっぱり 1.5 とか2号が欲しいなっていうときもあるんですよね。その時にはすぐにこうスプールチェンジできるジガーがすごい便利です。荷物も軽く、いろんな号数をいっぺんに持ってこれるっていう。おお、引いてる引いてる、すごい便利なとこですね。これグルーパーやね。おお、うー、やった、朝一フィッシュ。フットボール？おお、でかかった。でかかったわ。よいしょ。フットボールグルーパーゲット。うん、10キロ超えとるね。やった。かっこいいですね、この魚。黄色と黒の、見てください、この口がっぽり。
はい、モルジブの海で、ガイドをしてもらった、この船が、マウケロロ、で船長がキャプテンマコウ。めちゃくちゃ安心して、いろんな魚にアプローチしてくれます。でこのモルディブの広い海をものすごく知ってくれてます。例えばここに GT がいるよとか、ここにグルーパーがいる、駆け上がりがこうなってるんだ、ここは何メートルだからこうするんだっていう、すっごく親切に何から何まで、お世話してくださって、それでかつ魚をいっぱいいっぱい釣らせてくれます。すごい、船でね、すごいいい船長なんで、もし世界の皆様これ見て、モルディブってなったらこの船を使ってみてください。めちゃくちゃいい船です。